松山市錦町のギャラリーキャメル K で稲田明、仕富正嗣二人展が開かれています。稲田さんと仕富さんは松山市在住の画家で、ギャラリーキャメル K で知り合ったことをきっかけに今回初めて二人展を開催する運びとなりました。会場には稲田さんが描いた水彩画や立体などの作品、仕富さんが描いた油絵、合わせておよそ50点が並んでいます。本当はね、あの立体が一番好きなんです。だけどもうあれやりだすともうずっと、うん、やってね、痩せるけんええんやけどねまあ人物が好きでね、人物だったらその人の性格みたいなもんが出ればいいな。高校の時に1時間ぐらい早くしてですね、朝5時ごろ起きたかな。で美術室の鍵もらあれしとって、鍵開けてずっとデッサンしてたんですよ、石膏デッサンを。で何かがこう湧いたとか降りてきたとか、よくね絵の人言うけど、もうそんな全然ないんです、降りてこんもう見たままを、見たままではあれやからね、ぐらいです。ちょっと昔の祭りですけどね、松山の。これ外人さんです、この真ん中の。これはなんか面白いかな、短時間で描いたからあれやけど、まあみんなが面白いって言ってくれる。油絵の具触ったの中学2年の時でした。もうちょうど60年、まあそやけど僕はまあ市役所ってね、早期退職して、まあ京都の笠木いうところにね、田舎暮らしやっとって、そっからその時から絵描き始めて、で大阪で個展やってね、それ13年前にこの松山行ってて、個展とかそんなのやったことなかったし、まあ一応棋士でギャラリー開いとるんですけどね、まあ風景画が好きでね、先生からはね生物書けとか、ちょっとあそこにあるリンゴとかね書いてみたんですけどね、やっぱり僕性に合わんないですね。生物はちょっとね、細かしが聞きにくい ね質感ってもう物のほんまのね、ほんまにあるんやなんていう感じが出んとね、なかなか難しいから。で今の稲田もう彼水彩画やからね、僕のとこの時々ね、一緒にこう勉強で絵描けるスペースを提供してるんだけどね、彼の技術ね、ちょっと僕も盗んでね、勝手に。だから僕の最近の解体は、もうこの水彩画にちょっと似てきよってね、盗んだだから、ええ方にね、思うとるんですよ、人物と風景画、水彩画と油絵、2人の持つそれぞれの個性が会場を彩っています。この稲田明、仕富正嗣2人展は、1月21日まで、ギャラリーキャメル K で開かれています。